クランベリーやレーズン、あとチーズがね、たっぷり入ってるんですよね。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はパンコーナーよりお届けいたしますよ。先日ですね、フランスの営業さんからですね、あるパンいただいたんですけども、これがね、もうめちゃくちゃ美味しかったんでね、ちょっと紹介しようと思います。本日ご紹介する商品は、フランスのクリームチーズと果実フランスです。こちらのパンね、私一口食べた時もめっちゃ気に入ったんですよね。ご覧ください。これね、クランベリーやレーズン、あとチーズがね、たっぷり入ってるんですよね。これ美味しくないわけないですよね。ってことで、いただきます。このレーズンとクランベリーのジューシーさ、これたまらん最高ですね。まだね、このクランベリーの酸味がね、このチーズ、濃厚なチーズとめっちゃ合うんですよね。もうね、私ね、レーズンも好きですし、クランベリーも好きですし、チーズも好きなんでね、もう私が好きなのいっぱい入ってるんでね、これめっちゃ嬉しいですよね。でもね、これほんとね、このクランベリーの酸味とね、チーズの濃厚さがめちゃくちゃ合うんですよ。ぜひですね、試してみてくださいね。チャンネル登録してね。ということで、フランスのクリームチーズと果実フランス、ぜひですね、お試しいただければと思います。このレーズンとクランベリーのジューシーさ、まだこのクランベリーの酸味とね、このクリームチーズの濃厚さがめちゃくちゃ合いますよ。またですね、こちら、軽く塗装していただきますと、より一層美味しくお召し上がりいただきますよ。ぜひですね、お試しいただければと思います。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきまして、ありがとうございました。これね、もうほんとおすすめですよ。私、初めて食べた時にね、このクランベリーやレーズンのジューシーさとね、このクランベリーの酸味と、ノイチーズの濃厚さ、これがね、もうめちゃくちゃあってね、これ私好きだな、パンだなって感じでね、もうね、その試食品もらってからね、もう何回も買ってるんですよね。もうそれくらいね、もうほんとおすすめのパンですね。ぜひですね、お試しいただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録に高評価お願いいたします。それでは、だんだんなー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。